夫？エレンとヒストリアを追い続けとうとうここまでたどり着いた。どうやら中央はエレンを巨人に食わせてエレンの力を移植したいらしい。実行されたら壁の穴を塞ぐ計画も台無しだ。もう時間は残されていない。ここは突破するしかねえ。しかし奴が現れないはずはない。よーリヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんだな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、奴のことは何も知らねえが、ガキの頃一緒に暮らした時期があった。俺はケニーから生きる術を学んだ。地下街で生き延びる術を。この世で一番偉いのはこの世で一番強い奴なのだと。あの時なんで俺から去っていったかはわからない。再会したのはトロッソ君。憲兵100人以上の喉を裂いて切り裂きケニーとかって噂になっていたが、なぜか憲兵の姿で現れた。ケニー！くそ！こっちの動きを完全に読んでたってことか！このままじゃエレンやヒストリア部下も失うことになる。何が正しいかなんて俺にも分からなかった。だがこの時から巨人だけじゃなく人間を相手に戦うほどあいつらに強いることになっちまった。そうでなければエレンは食われる。エルヴィンの調査報告書にあったレイス教領地の礼拝にようやくここまでたどり着いたのだから。バカ野郎。